ウバオ。皆さんこんばんは。本日もあつ森実況やっていきますよ。あーしまくりに使うお花を交配するのって大変よね。ピンクのバラを増やそうと思ってるのか？もうすぐうちの島春になるから、満開の桜に合わせてピンクのお花をいっぱい植えたいのよね。それなら霊夢さんにうってつけのコメントをいただいてるのだ。ウバオ、お花を全部集めるまで終われませんを採用お願いします。これはちょうどいいリクエストじゃないか。私が欲しいのはピンク色のお花だけなんですが、ピンクのお花を増やすついでということで、霊夢あとは頼んだぞ。あ、今回の撮影はやばいことになりそうね。あ、そういえば新しく仲間になったタツニーの部屋に入るのは初めてだったな。部屋に模型が置いてあるのってかなり珍しいわね。私も今まで見たことないかもだぜ。いつまでも遊んでないで早く準備に取り掛かってもらえませんか。そうね、今回はいつ終わるのか想像できないものね。というわけで今一番必要なのはお花の球根と種なんだけど、まあ大体収納の中に揃ってると思うわよ。結構溜め込んでるんですね。これならすぐに交配が始められそうだな。全部揃ってればの話なんだけどね。お花の種類は8種類、それぞれ色は3つずつありますよね。ってことは全部で24個必要だから。残念だけど全然足りてないわね。何が足りてないのかちゃんと確認しないといけませんね。数の少ないやつもあるかもなんだけど、各10個ずつあればなんとか交配できると思うぞ。足りないやつを買い集めるだけで一苦労しそうなんですが、困った時は私に任せろ。マリサに頼ってもいいの？種や球根を揃えるのは特別に許可します。それは大助かりね。というわけで手持ちの種と球根を、何が足りないのかわかりやすいように並べてみたわ。やっぱり全然揃ってなさそうだぜ。菊が赤白黄色、チューリップが赤、ヒヤシンスは赤と白で、そしてコスモスとパンジーの赤と白が足りないって感じかな？霊夢さん白いアネモネも足りませんよ。あ、いっぱい植えちゃったから1個しか残ってなかったわ。それなら霊夢さんたぬき商店に来てほしいだなも。本当に売ってるんでしょうね。僕の弟子のお店の品揃えを舐めてもらっちゃ困るだなも。コスモスもアネモネもヒヤシンスもあるじゃないの。たぬき商店は素晴らしいお店だなも。今日たまたま良かっただけだと思うのは私だけ？あと足りないものはレイジさんのお店にあるといいな。2種類しか売ってないから足りない分全部は揃えられないんだけど、少しでも集められれば御の字ですね。さてさて本日のラインナップは？ユリとバラのようだな。持ってるのしか売ってないわね。次の日、いらっしゃいませ。さてさて菊かチューリップかパンジーは売ってるかな？霊夢どうやらパンジーの種だけ売ってるようだな。あとは菊の種とチューリップの球根。この勢いならどっちも売ってそうな気配がするぜ。大きくの種は売ってるけど、もう一つはチューリップではありませんね。あ、チューリップの球根探しに苦労しそうな予感が。霊夢霊夢、赤いチューリップの球根ならいくつか収納に余ってたぜ。マリサナイス。これですぐにでもお花の交配を始められますね。あ、白紙のお手紙は公開しないで欲しかったぜ。だったら何か書いて送ってきなさいよね。あの霊夢さん通報しようとしてませんか？次からはだけ入力するから許してくれよな。それなら白紙の方がマシだと思うわよ。というわけで全部の花の球根と種、全色集まったわ。霊夢さんまだスタートラインにも立ってませんよ。お花の交配は植えてからが本番だからな。そんなこと当然わかってるわよ。ではではこの広大な空き地を使ってお花の交配やっていくわよ。ミッションはすべてのお花のすべての色を手に入れることなのだ。このインベントリの状況を見るだけで大変さが想像できるぜ。今回は交配の解説動画じゃないから説明は詳しくしないでいいわよね。交配の方法を知りたい人は、あつ森お花の交配のプレイリストを説明欄に貼っておくので、そちらの動画を参考にしてほしいぜ。それで今植えてるのは白いアネモネですね。白いアネモネは白いアネモネ同士を組み合わせて、青いアネモネを咲かせることができるのよね。青いアネモネは紫のアネモネにつながる重要なお花なんだけど、それはまた後でのお話だぜ。他のお花と混ざらないように適当に柵を立ててと。では次、赤とオレンジのアネモネをペア交配するわね。これで咲くのがピンクのアネモネだぜ。ちなみにペア交配とはこんな風に隣り合うようにお花を植えることです。お花が咲いてない状態だとちょっとわかりにくいかもね。それじゃあ次はユリの球根を植えていくわよ。そういえばユリの交配の動画は作ってませんよね。ユリを全色揃えるのには複雑な交配をする必要がないから、あえて動画を作らなかったんだよな。それだけ簡単ということなのね。なのでここで説明しよう。赤と白のユリを掛け合わせるとピンクのユリ。これは他のお花の掛け合わせるパターンと同じね。赤と黄色のユリを掛け合わせるとオレンジのユリ。他のお花のオレンジ色も確か同じ組み合わせだったような。そして最後は赤と赤のユリを組み合わせて、黒いユリだぜ。これも他のお花と同じじゃないの。以上3つの組み合わせだけでユリのお花が全色揃っちゃう簡単なお仕事だぜ。なるほど、これは1本の動画にするほどのものでもないわね。ではではここにも柵を立ててと。それじゃあ次のお花へ。次はパンジーを植えるんですね。まずは白と白を組み合わせるわね。咲くのは青いパンジーだぜ。そして次は赤と黄色のパンジーをペア交配。咲くのは赤黄色のパンジーだぜ。ちなみに赤黄色のお花があるのはパンジーだけなのだ。珍しいパターンなんですね。あと紫のパンジーもあるんだけど、紫のパンジーを咲かせるには青のパンジーが必要なのよね。紫のパンジーはまた後で、ですね。じゃあ次はヒヤシンスを植えていくわよ。
白と白を掛け合わせて青いヒアシンス。また白かける白のパターンね。それと赤と黄色でオレンジのヒアシンス。これもおなじみのパターンね。ちなみにオレンジのヒアシンスは紫のヒアシンスを咲かせるために使うことになるぜ。そしてもう一つは赤と白でピンクのヒアシンスだぜ。これもわかりやすいわね。これでまだ半分なんですね。もう疲れてきたんだけど、まだ何も始まっちゃいないぞ。はいはい、わかりました。次はコスモスを植えるんですね。あー、黒いコスモスでめっちゃ苦労した記憶が。黒いコスモスはまだまだ先の話だぜ。じゃあ今できる交配をやっていくわね。まずは赤と白を掛け合わせてピンクのコスモスだぜ。なんかピンクは説明不要のような気がするわね。そして赤と黄色でオレンジのコスモスなんだけど、このオレンジから黒を咲かせるのにめっちゃ時間がかかったわけよ。今回は早く咲くといいですね。それでは次はチューリップ。チューリップも他のお花と似たような感じだぜ。赤と白でピンクのチューリップ、赤と黄色でオレンジのチューリップ。このオレンジは紫のチューリップに必要なやつね。あとは赤と赤で黒のチューリップだぜ。チューリップは咲く禁止しまくりでいっぱい使ったから、気になる人は過去動画もよろしくね。残すはあと2種類ですね。じゃあ次は菊のお花で、バラはやっぱり最後なんだな。だって青バラは説明も難しいんだもの。ではではまずは赤と白を掛け合わせてピンクの菊。もはや定番のパターンね。定番のパターンはこれにて終了。次は赤と黄色を掛け合わせて黄色の菊を交配だぜ。来たわね、ややこしいパターンが。それでこの黄色同士を掛け合わせると緑と紫の菊が咲く可能性があるぜ。これについてはまた後でね。いよいよ青バラですね。青バラはまだまだ先の話だから、しばらくなしの方向で。青バラについてはこちらの過去動画を見てほしいわね。というわけで青バラの交配に関係のないやつから説明。赤と白でピンクのバラ、またまたこのパターンね。そして赤と赤で黒いバラ、この黒は金のバラを咲かせるのに必要なのよね。そしてここからが青バラの交配の説明。赤と黄色を掛け合わせて咲くオレンジのバラをオレンジのバラ1とするぜ。オレンジのバラはもう一種類あるからね。それともう一つ必要なのが、白と白を掛け合わせて咲く紫のバラ1だぜ。紫のバラももう一つあるからね。そしてあと一つ、白と黄色を掛け合わせて咲く白いバラにも必要だぜ。ここでパニック間違いなしね。使い方については後で説明してくださいね。あとは交配しないように黄色いバラを植えてくれよな。この黄色いバラは後から必要になるやつね。黄色いバラは交配しないようにタヌキチマークで囲っておくわね。霊夢さん出演させてくれてありがとうだな。もというわけで最初の準備はこれで OK。 準備だけでかなり時間がかかっちゃいましたね。あー、ちゃんとできるかどうか不安になってきたわ。霊夢ならきっとやれるぜ。それでは最後の準備。面倒な水やりをしなくていいように美しい島条例に変更だな。すでに美しい島条例が制定されておりますよ。ではではお花全種類咲かせるまで終われません。スタート。お花を植えた日を1日目にしたのね。その方がわかりやすいと思ってな。というわけで2日目はお花が咲いてないので何の進展もないわよ。つぼみの状態でも交配するみたいだから、明日どれくらい進むのか楽しみだな。おっと、ここでお悩み中のグミさんが、この島を出て新生活を始めるのもいいかなって考えてて、新しい仲間は僕に任せてほしいだな。もだいたいマリサの島にいた住民を呼んでくるだけでしょうが、今回こそ写真を持ってない住民を呼んでくるからね。まあスカウトする時間はないから任せるしかないわね。4日目。早速赤と黄色のバラのところに動きがあるな。ここで咲いてほしいのはオレンジのバラでしたよね。ちょっとわかりにくいからポケットの中を確認。まずはオレンジのバラクリアだぜ。簡単に咲く花だけど、これはこれで嬉しいわね。後輩に使う花だからわかりやすいところに植えてくれよな。あいあい。それと1の数字のマイデザインもすぐそばに貼っておくわね。それでは他のお花の確認をよろしくお願いします。パッと見た感じ全然増えてないような。おー、ヒアシンスのつぼみがあるじゃないか。ここで咲いてほしいのはピンクのヒアシンスなんだけど、ちょっとピンクには残念、白だったわ。他に何か動きはないか。明らかにあのユリのつぼみは黒ですね。さてさて、この黒いユリを掘り起こしてと、別のところに植え替えておかないとな。一応ちゃんと確認しておくわね。じゃあこのタヌキチの左側に植えておくわよ。なるほど、タヌキ開発のイメージカラーというわけですね。うちはブラック企業じゃないだな。もあとは特にお花は増えてそうに、何本かちゃんと育ってないお花があるような気がするんだけど、この現象に詳しい人がいればコメントで教えてね。おっとおっと、白いバラが。その白バラはいらないやつだから引っこ抜いて捨ててくれよな。必要のない花は捨てるのが後輩の鉄則ですからね。ではでは別のお花をチェックチェック。あ、ここに黄色の菊が咲いてるということは、お花が多すぎて昨日チェックできてなかったわ。この黄色の菊は交配すると、紫か緑の菊が咲くやつだから、別のところに植えておけばいいわね。わかりやすいように2の前デザインを近くに貼るんですね。黄色い菊がもっと増えてくれないと始まらないんだけどね。緑の菊ってなかなか咲かないものな。あ、オレンジのチューリップも見逃していたわ。霊夢さんともあろう方が2つもチェック漏れをしていたなんて。猿も木から落ちるってやつか。誰が猿だって？はい、というわけでオレンジのチューリップも別の場所へ。こちらも2つ掛け合わせると紫のチューリップが咲くぜ。
言うのは簡単だけどなかなか咲かないんだけどね。今日は入念にチェックしてくださいね。はいはい、見逃しませんよ。そこのヒヤシンスがオレンジ色なら交配成功なんだけど、とりあえず二つとも引っこ抜くわね。つぼみ状態だと判断がつきにくいお花もありますものね。一つは黄色だけど、もう一つはオレンジ色だぜ。ってことなので、オレンジ色だけ別の場所に移しておくわね。紫のヒヤシンスが咲くのが楽しみだぜ。すぐにでも咲いてほしいわね。他のお花は増えてないかな？青いパンジーのつぼみがあるじゃないですか。青いパンジーは何に使うんだったっけ？種から育てた赤いパンジーを引っこ抜いてくれよな。あ、そうかそうか。こんな風にペアで植えて、この組み合わせから狙うのは赤いパンジーだぜ。紫のパンジーが咲くのはもう少し先のお話ですね。あとはアネモネのチェックなんだけど、アネモネに動きはないようだな。向いたね。オレンジのバラ発見。オレンジのバラはまだ使う時ではないぜ。オレンジのバラが必要なのはまだまだ先ですものね。黄色の菊も一つ増えてくれた。昨日植えた菊の下にこのつぼみを植えてと。これで明日には緑か紫の菊が。そんなに甘くはないですよ。ですよね。オレンジのチューリップも一つゲット。順調に進んでるじゃないか。おっとおっと、ピンクのお花が2種類も咲いてくれてるわよ。チューリップと、コスモスですね。霊夢上にヒヤシンスのつぼみもあるぞ。どうやらこっちは白で、左側のがピンクのつぼみですね。まだまだ色々ありそうよ。それは赤黄色のパンジーってやつかな。つぼみの時点で2色に分かれてるからわかりやすいわね。じゃあこれも別の場所に植え替えてと。綺麗なお花だから増やしていろんなところに植えたいな。あとは何か新しい動きは。その白いアネモネはハズレですね。白いアネモネから咲いてほしいのは青色だからね。おお、ピンクのアネモネだぞ。できれば2つ以上欲しいところね。ちょうど2つつぼみがあるじゃないか。これで紫のアネモネリーチね。この組み合わせで紫のアネモネが咲く確率はめちゃくちゃ低いらしいので、期待しない方がいいのだ。はい、わかりました。7日で。今日もモーモトーンにアイダホさんという方が新しく。タウンキチー。またマリサの島にいた住民をスカウトしてきたわね。アイダホさんは素敵な住民だなも。そんなことはわかってるわよ。私の言いたいのは写真を持ってない住民を。霊夢さん、ピンクの菊のつぼみが、2つも出てくれてよかっただなも。はいはい、それはそれ、これはこれなんだけど。ピンクのお花はほとんど揃いましたね。あとはユリとバラかな？間違ってたらごめんって感じだけど。出たな、オレンジのコスモス。これを見ると黒いコスモスの時の地獄が蘇るのは私だけ？青バラと比べると黒いコスモスなんて生ぬるいから安心しろ。これ青バラの不安を煽るな。あと確認するのはユリとアネモネですが。青いアネモネはないけど。そのつぼみはオレンジのユリかな？絶対そうね。これでピンクのユリが咲いてくれれば。ユリ全色コンプリートね。ユリに関してはすぐに達成できそうだろ？8日目。あ、赤バラを植えたところに大きな動きが。黒とピンクのつぼみが一気に。赤と赤からピンクのバラはちょっと嬉しいパターンだな。まあ黒バラはもう一つ必要なんだけどね。それとこれもな。まあ金のバラはそれほど難しくないからね。金の上路を作るのがちょっと面倒ってことくらいかな。ではでは他のお花チェック。その黄色のバラのつぼみはハズレだけど、左側の白いバラは青バラを咲かせるのに必要なお花ね。その白いバラは紫のバラと掛け合わせるのに必要なんだが、まだ紫のバラとご縁がないわね。紫のバラはそれほど難しくないはずだぜ。はい、これでオレンジのコスモス二つ目。これで霊夢さんのトラウマに一歩近づきましたね。黒いコスモスはトラウマっていうほどでもないんだけどね。霊夢、ピンクピンクピンクだぜ。何回も言わなくてもわかります。ということはこのピンクのユリで。ユリ6色コンプリートなのだ。全く手応えがなかったわね。ああ、そうだな。9日目。今日も新しいお花が咲いてくれてると嬉しいんだけど。まあまあ後輩に必要なお花は咲いてくれてるご様子ですが。新しいお花となると今日の成果はなしだぜ。あ、やっと2本目のオレンジのヒヤシンスゲット。これで紫のヒヤシンスリーチだぜ。それにしても紫のお花って全然咲いてくれないのね。そこがお花の交配の楽しいところでもあり難しいところでもあるんですよ。あ、ピンクやらオレンジのお花がいっぱい増えていっちゃうわね。10日目。おっと、オレンジのコスモスの隣につぼみがと思ったけど。残念、ピンクのコスモスですね。ピンクのお花はしまくりで使うからありがたいといえばありがたいわよ。霊夢、アネモネアネモネ。何回も言わなくて大丈夫よ、落ち着いて。青いアネモネやっと来てくれましたね。青とピンク1を掛け合わせるとピンク2のアネモネが咲くんだぜ。これがまたややこしいところなんだけど、ピンク2のアネモネの方が紫のアネモネの咲く確率が高いのだ。ピンク1のアネモネ同士だと全く紫のアネモネの咲く気配がないものな。他のお花も紫のが咲く気配なんて全くないんですが。ああ、そうだな。11日目。せめて紫のバラくらいは咲いてほしいところなんだけど、紫のバラがないと青バラに全く近づけないものな。菊やチューリップも増えてきましたけど、次の段階になかなか進みませんね。12日目。今日も紫のバラはなし。そして他の新しい色のお花もなしね。ここでちょっと癒しの時間。タツニーの家遊びに。ここにあったはずのタツノオトシゴの模型がない。これは怪奇現象だぜ。13日目。今日も紫のバラはないないないぜ。他の新しいお花もないないないですね。
だんだん交配の仕方が間違ってるように思えてきた。交配の方法が間違ってるんじゃないかと不安になるのは、あつ森あるあるなのだ。14日目。はい、今日も紫のバラはなし。それと実は青いヒヤシンスもまだ咲いてないんだよな。めっちゃ簡単に咲くはずなのにね。こちらも相変わらずですね。お花の数が増えてるのに黒や紫のお花が咲かないのは、なぜなぜ。15日目。大黒いバラが2つに増えてるぞ。これでやっと金のバラの咲く可能性が。おっと、黄色い菊のそばにつぼみが。霊夢さん、それも黄色ですよ。加工すれば緑色にならないかな。加工禁止です。でもちょっと待って、お青と赤のパンジーから赤のパンジーのつぼみが。これでようやく紫のパンジーに大手がかかったわよ。一気に3つも赤2のパンジーが手に入るなんてな。これできっと明日には紫色のパンジーと出会えるに違いないわね。そう簡単には咲かないのが紫の花の恐ろしいところなんですよ。16日目。今日も紫のバラはありませんね。オレンジのバラはもう必要ないから増えないようにマイデザインで囲っておくわよ。ちょっとそのマイデザインの選択はどうかと思いますが、霊夢さん素晴らしいだな。ももう必要ない交配を減らして、白バラ×白バラの交配を増やしちゃうわね。そうだな、紫のバラを咲かせる確率をアップさせるのが良さそうだな。これで明日には紫のバラが、きたきたきたー。やっと紫の菊が、出てたわよー。これが初めての紫のお花ですね。紫のバラの方が簡単なはずなのにな。どうしてなの。17日目。ほらマリサ見てみなさいよ。本当に紫のバラが、しかも2つも。ってことで紫のバラは白と黄色の交配で咲いた白いバラと、組み合わせるわね。この組み合わせで咲くのがまた紫のバラなんだよな。この紫のバラはそこそこ咲きやすかったような。そうは言ってももっとペアを増やしたいところですね。明日にはここに紫のバラができてくれるでしょ。これで青バラに少し近づいたな。でも他のお花の進展はありませんね。こんなにいっぱい交配してるのに。17日目。白と紫のバラに進展はありませんね。でも今まで全然咲いてくれなかった白白からの紫が。お花の交配というのは思い通りにいかない人生みたいなものだな。ちょっとマリサ大丈夫。他のお花は相変わらずといったところですが、紫のお花が繁殖してくれてちょっと嬉しいわね。ささやかなことに喜びを感じる。お花の交配は人生みたいなものだな。ちょっとマリサ大丈夫。19日目。あ、やっと青いヒヤシンスが。ここまでまだ咲いてなかったんですね。これはかなりびっくりだぜ。びっくり。ついでに他の新しいお花も残念ながら咲いてませんね。20日目。今日の進展はなし。21日目。そろそろ金のバラくらい咲いてくれてもいいと思うんだけど、そのうち咲いてくれるから心配ご無用だぜ。紫の菊は簡単に咲くようになりましたね。緑の菊早く咲いてくれないかな。というわけで今日も新しいお花はなしなのだ。そういえば黒いチューリップもまだ咲いてなかったわ。あ、黒いチューリップの存在自体忘れてたぜ。赤いチューリップ同士の交配を増やしてこれからは黒いチューリップ強化習慣よ。すぐに咲くといいですね。22日目。青バラへの道進展ゼロ。他のお花も何もありませんね。おっとおっと、ブリトニーさん。あの霊夢さん、私がこの島を出ていくと言ったらどうする。今度こそ僕が新しい住民を。期待しないで待ってるわね。23日目。見てよマリサ。な、金のバラはそんなに難しくないだろ。できれば金のバラをいっぱい増やしてほしいだな。もそんなに使い道はなさそうだからいらないかな。しょくー。それはそうと紫につながる赤いパンジーがかなり増えてきたな。もうそろそろ紫のパンジーが咲いても不思議じゃありませんね。すぐにでも咲いてほしい。24日目。今日も金のバラが。霊夢さんナイス。そんなことよりも紫のバラ別バージョンを。今日もありませんね。それじゃあ他の紫の花は。紫の菊が増えてるくらいか。増えすぎちゃって困るから一つ別の場所に移しておくわよ。あ、チャンプさんが病気じゃないの。ちゃんとお薬を持ち歩いてるのか。いつでもどこでもお薬は持っておかなくっちゃね。25日目。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。まだタヌキチが住民さんを呼んでないということはスカウトだな。つい最近までうちの島にいた万太郎はスカウトしません。やっぱり住民のスカウトは僕にお任せ。マリサ、とうとう次の紫のバラがやっと出てくれたな。この紫のバラをオレンジのバラ1と掛け合わせてオレンジのバラ2を咲かせるんだけど、こんな風に種から育てた黄色のバラとペアで植えて、黄色のバラが咲けば同格、白しか咲かなかった場合は不合格。紫のバラはゴミ箱行きだぜ。そのあたりの詳しいことが知りたい方は青いにお青バラで検索してほしいのだ。どんどん青バラに近づいてきたぜ。マリサ、とうとうコスモスの交配も終わるわよ。やっと黒いコスモスが来たな。意外と早く済んで助かった。まだユリとコスモスしかコンプリートできてませんよ。なんだか気が遠くなってきたわ。26日目。紫のバラに動きはなし。他のお花も特に何もないですね。増えすぎた紫の菊だけ移動させておくわね。27日目。今日もダメね。他の紫のお花もなさそうだな。それはそうと、タヌキチ、新しい住民は。ただいま調整中だな。も28日目。うん、ダメか。青バラって全ての工程が難しい印象よね。あ、霊夢、そこにパンジーの紫色きたー。
これでパンジーもコンプリートか。まだ3種類だから、半分も進んでませんね。また紫の菊のお引っ越しか。緑は咲かないのに紫ばっかり増えてちょっと困ってるわ。29日目、今日も桃島にひのこさんという方が新しく引っ越してこられました。たぬきじゃないっすー。ひのこさんはずっと仲間にしたかった住民なんだよな。僕に任せて大正解だったでしょ。これからもお願いするかどうかはわからないけどね。オーレンジのヒヤシンスの横に、これは青色ですね。残念でした。でも高確率で紫のアネモネに繋がる。ピンクのアネモネにが咲いてくれたわ。いやいや、高確率で紫が咲くのはピンクのアネモネさんだぞ。このピンクのアネモネをまた青いアネモネと交配しないとダメなのだ。面倒すぎる。ってことでピンクのアネモネにはここに移しておくわね。交配に使える青いアネモネは一つしかないし、どうしようかな。30日目、あ、やっと二つ目の青いアネモネが。お、今日は紫のバララッシュじゃないか。全部黄色と組み合わせて使えるかどうか判別よ。まだ一つ目の判別もついてないんですね。残念ながらね。ではでは、でも画面で見た青いアネモネを回収。ピンクのアネモネにと組み合わせてと。これでお楽しみが増えましたね。31日目、本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。誰かな誰かな。熊野ムーさんだぜ。プーさんみたいに言うな。判別中の紫のバラに動きが。これは白バラだからダメなやつね。ダメだった印にタヌキチマークをつけておくわよ。どうであれ使ってくれてありがとうだな。も3つ溜まったら紫のバラを捨てることにするわね。さて他のお花の状況は。あれはもしや紫のチューリップ。その向こうに黒いチューリップもあるじゃないか。これで一気にチューリップのコンプリート完了よ。ようやく半分まで来ましたね。まだ大物が残ってるから半分と言えるかどうか。はい、頑張ります。32日目、来たわよ黄色のバラ。とりあえずこの黄色のバラはいらないぜ。処分ですね。これで次の工程に進めるわね。とりあえずここに紫のバラに終えてと。やっとオレンジのバラを使う時が来ましたね。そういえばこれ最初に咲いたのよね。どういう交配をするのか軽く説明するとだな。紫のバラにとオレンジのバラ位置を掛け合わせてオレンジのバラにを咲かせるんだぜ。もう少しで終わりって感じね。本当に恐ろしいのはここからだからな。マジで。他のお花の進展もありませんし気長に行きましょうね。はい、そうします。オレンジとオレンジからも黒いバラって咲いちゃうのね。いろんなパターンがあるんだな。なんだマリサも知らないのね。あのマリサ、あ、そこにある菊のつぼみはもしかして。いっぱいになってきた紫の菊をここに集めてきただけなのに。緑の菊が咲いちゃいましたね。なんかこれは違う気がするけど。菊の花伝承コンプリート。後輩の方法を説明する企画じゃないからこういうのもありだぜ。あとこの3つですね。もう終わりが見えてきたわね。33日目、オレンジのバラは残念咲いてませんね。紫のアネモネもヒヤシンスもなしだぜ。オレンジのヒヤシンス足りないかな。あ、黄色の菊からも緑の菊がちゃんと狙ったところからも咲いてよかったですね。34日目、ないわね。こちらも何もありませんね。34日目、ダメダメね。あのヒヤシンスは青色です。現実を見ましょうね。36日目、なるほどなるほど。動きがなくてなかなか厳しい状況だぜ。37日目、今日はお空が真っ暗ね。天気の話くらいしかすることがないぜ。何もなさすぎ辛すぎ。あ、久しぶりにピンクのアネモネにのつぼみが。霊夢さんそれ白ですよ。天気が悪くてピンクに見えた。38日目、オレンジはなし。なしなしなしね。39日目、今日も何もありませんね。40日目、黄色いバラが2つも咲いてくれてる。この紫のバラは2つとも合格だぜ。これでオレンジのバラチャンスアップですね。青バラが他の花を追い抜いちゃう可能性もあるかな。41日目、オレンジのバラはないですね。あ、白いバラが。忘れずにタヌキチマークを。お役に立てて光栄だな。もではでは、紫のお花の確認もないぜ。42日目、マリサつぼみつぼみが。霊夢さんそれは赤いバラですよ。知ってたし。というわけで今日も特に何もなし。それにしても島栗用のお花がいっぱい増えてきましたね。もともと島栗のためのお花の交配だからね。なんでここに紫のヒヤシンスが。オレンジのヒヤシンスから咲いた青いヒヤシンスを集めて植えただけなのに。オレンジのヒヤシンスの交配から生まれた青いヒヤシンスで紫のヒヤシンスが咲くなんて知らなかったぜ。何はともあれヒヤシンスコンプリートよ。43日目、赤いつぼみすらなし。なんか変な傘を持った住民が。一体誰かな。あ、ひのこさんだった。おっとおっと、このアネモネはもしかして。高確率で紫のアネモネが咲くと言われてるピンクのアネモネさんですね。高確率といえども一つじゃどうしようもないわよね。そのうち増えるからなんとかなるぜ。44日目、このつぼみは黄色ですね。ピンクのアネモネは増えず。45日目、つぼみつぼみ赤と黄色ですよ。これはもしかして伝説のピンクのアネモネさんが増えてくれてるんじゃ。やったな霊夢、やっと紫のアネモネに手が届くところまで来たぜ。46日目、今日はバラのつぼみはないけれど紫のアネモネもありませんね。47日目、バラのつぼみなし。
さてさて紫のアネモネは？出たぞレイム。紫のアネモネ来たー。これであとは小腹だけになりましたね。もう何も怖くないわよ。あ、オレンジ同士から紫のヒヤシンスが、ちゃんとしたルートからも咲いてよかったな。まあどっちでもいいんだけど。48日目。あ、またまた白いバラ発見。この白いバラを引っこ抜いてと、二つ目のタヌキチマークを塗り塗り、あと一つでこの紫のバラはさよならバイバイだぜ。49日目。あらお隣さんの紫のバラも大ピンチね。50日目。その黄色いつぼみはいらないやつですね。おっとおっと紫のバラにがどんどん増えてくれてるわ。またこんな風に黄色と組み合わせて使えるのかチェック。51日目。残念なつぼみしかありませんね。52日目。やっとオレンジのバラのつぼみが、これでやっと最終段階と言いたいところだが、このオレンジとオレンジで赤を咲かせるんだっけ。でもうまいと青バラが咲くこともあるのだ。ここは幸運の見せどころだぜ。よし任せなさい。でも霊夢さん、オレンジのバラ一つだけじゃどうしようもないですよ。勢いもあることだしすぐに増えるでしょ。53日目。ほら見てみなさいよね、本当にオレンジのバラが。さあ明日には青バラが咲いてるからね。タヌキマーク二つついてるところに黄色のバラが。はい、この紫のバラは救われました。紫とオレンジのペアも増えてきましたね。54日目。今日はダメみたいですね。55日目。タヌキマーク二つ付きの紫のバラに白いバラのつぼみが、というわけなので、こちらの紫のバラはさよならバイバイよ。こんな風にいらない紫のバラを判別すると青バラへの近道となるのだ。56日目。いっぱいつぼみがあるけどことごとくいらないやつですね。57日目。その赤いバラは使えないやつだぜ。58日目。今日のつぼみもいらないやつね。59日目。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お客さんは誰かな。キャンディーさん仲間にしたいんだけど。ゆきみさんという方を引っ越しを考えてるわけないじゃないの。バラの成果はなしですね。60日目。やっと3つ目のオレンジのバラが。ペアは作れませんが増えてくれると助かりますね。あ、私の相棒が壊れた。61日目。よし、オレンジのバラが増えてくれてる。これは大助かりだぜ。そしてもう一つオレンジのバラのつぼみが、順調にチャンスが増えていってるぜ。62日目。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。誰かな誰かな。可愛いけどスカウトしている時間はないの。もう撮影時間がかなり長いものな。今日は成果なしです。63日目。せめて赤バラだけでも出てくれてもいいのに。64日目。ハズレのつぼみすらないぜ。65日目。その赤バラはハズレのつぼみですね。66日目。来たわよ、ついにつぼみが。あの霊夢さんの求めてる赤いバラじゃなくてオレンジのバラですが。出たし。67日目。何もなし。68日目。オレンジが増えてラッキー。霊夢アイダホさんがお悩み中だぞ。相談したいことがあるんだけど、おいらこの島を出ていこうか迷ってるんだ。こりゃまたマリサの島に行く予感が。大丈夫だ、受け入れるぜ。69日目。今日も使えるオレンジのバラが増えてくれてる。あとはここから赤バラが咲いてくれればいいんだけどな。70日目。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。売り土地は空いた状態。これはスカウト確定イベントか。というわけでセントアローちゃん、しばらくよろしく。数少ない僕の活躍の場面が。今日は成果なし。71日目。今日も何もありませんね。72日目。相変わらずの風景だぜ。73日目。オレンジのつぼみ一つ追加。ここまでオレンジのバラが増えても赤バラはまだ咲いてくれないか。74日目。あ、オレンジのバラが。使えないオレンジは捨ててくださいね。赤バラ早く咲いてよ。75日目。今日も成果はなしなのだ。76日目。厳しすぎるんですが。77日目。今日は珍しくつぼみが。マリサ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 。ついに最終段階の赤バラが。やっと終わり、この企画が終わるわよ。まだ青バラになる赤バラは一つしかありませんよ。他のバラと混ざってしまわないように柵を立ててと。さあここに赤バラのつぼみを植えて準備万端。感動的なフィナーレをお届けするわね。78日目。まあまだ何もなくて当然ね。79日目。赤バラ増えてくれませんね。80日目。その赤バラは役に立たないやつだぜ。81日目。なかなか厳しい戦いね。82日目。またまたオレンジからオレンジですね。でもこっちの使えるオレンジのつぼみが出てきてくれたから、何もないよりかはマシだと思いたいわね。一応赤バラのチャンスがアップするものな。83日目。さてさて赤バラは、マリサー。赤バラを通り越して青バラのつぼみが。まあざっとこんなものよ。というわけで前職お花を集めるとこんな感じ。どうしたんだ霊夢。あーと片付けが辛い。いらないお花もいっぱい咲いてますものね。お花の後輩は一気に全部やるものじゃないのだ。あんたが言うな。今日のファンアートはこちら。チャンネルアイコンのにゃんこも書いてくれてありがとうね。次回もよろしく。もももー。